12時6分5分なんですけど、ウーバーサボって頭ボサったっていうね、ナイスギャグなんです。なんか垂れてるな、あれ。なんだで、まあ、なんか今、ピーチクパーチク言ってるから雨止んでるかもね。なんか昼だけ止んで夜の方が激しいな。で、しかもね、昼は江東区はブーストが 1.2 倍。あと雨陰性も出てるっていうね、やらないわけがないような状況なんですけど、もうちょいで5万円いくんで。5万円、あと2000円ぐらいですね。まあ、そんなやんなくてもやれよって話なんです。まあちょっと寝遅れ。だからこんなにね、こう、いい状況だったからさ、今日はさ、10時に起きようって言って、時計セットしたのかな。起きたらもう11時過ぎてましたから。寝坊です。理由寝坊。ね、まあ、まあまあ、理由寝坊で。ね、まあ、日曜日だしね。明日休みだし。まあ家で漫画でも描いてるかな。漫画を描くなんて言うと、おこがましいです。タブレットの設定をいじくり倒そうかタブレットの上でペンをカチャカチャ動かそうかなと。まあ別に奪ってもいいんですけどね。リップルね、リップル分かんないですね、全然ね。36円行ったり来たりします。よく分かんないんだよね。よく分かんないっていうか、手数料がね。X とかだとさ、売ったり買ったりしても全然手数料かかんないんだけど。あ、すげえ下がってる。98,511円。今リップル下がってんじゃん。買ったりしてもいいんだけど。仮想通貨さ、場所によってはすげえです。まあ、リップル下がってたろう。まあ、リップル円は35860ですからね。やば。ちょっと下がってる。今朝すげえ下がってる。30。今朝これ355までいったらいくらだったんだろうな。いやー。っていうとこですかね。あとなんか言いたいことは、暑いっすね。来週もね、雨みたいですね。今日で4日目ですよ。あの、屋根。原付きの屋根つけてから、毎日、今日も多分夜つけると思うんで。終日つけてたのは1日だけなんですけど、連続で雨のお世話じゃなくて、屋根のお世話になってます。はい。まあ、いい買い物したなっていうのと、屋根手放せないなっていうのと、屋根付きの現地欲しいなっていう。あると楽ですね。やっぱ全然違います。まあ、あの、前のところが、こう、透明ビニールになってるんですけど、そこがね、ちょっと、あれなんで、開けてるんですよ。前が見えなくなるんでね。開けてると、結構こう、濡れるっていうか、風防をつけてた時より前からは濡れるんですよ。まあ、上は屋根がついてるんですけど、前からは濡れるんで、あんま雨降ってるとちょっとやっぱ辛いのは変わらないんですけどね。それでも、なんとかプラマイで行くと屋根があった方がいいかなっていう感じ。まあスピード出さないけど、スピードね。結構スピード出しても大丈夫っちゃ大丈夫なのかもしれないですけど、一回質ひどかった時があったあれ二日目だったかな。ここら辺にね、こう、なんていうの骨がついてるんだけど、その骨がね、ヘルメットにカツ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 って当たってた時がありました。割と大丈夫。割と実用的だなと思いましたけど、トゥクトゥクっぽいですけど。まあ、色が気になるんだったらね、まあ、色はなんかこうスプレーでね、銀色とかに変えてもいいと思うんですけど、こう、透明な、ビニールのところにこう、マスキングして、段ボール敷いて、シューってやればいいのかなとか、まあ、あとは防水スプレーとかね。防水スプレーかけてあげるとか、今日はどうなのかな。まあ、今日してもいいかなと思いますけど。あと、耐久性とかですか。まあ、でも、梅雨明けちゃえばそんな出番ないと思うんですけど。まあ、あと、日よけに使うのはどうなんだろうね。一応、日よけとかにも使えるらしいんですけど、ただ、日よけはない方がいいんじゃないって気もしますけど。もう今、買えなくなっちゃってるのがなんか、謎ですけど。なんでなくなっちゃった？売ってるから。プライムでなんか買いますかね。プライムでなんか乗っかって買いたいですよ。フォロちゃん。フォロこのフォロね、俺ね、3980円で買ったんです。現在品切れですって。なんて。こうやって使うの？これ一番外まで延長してる。ああ、これ。私去年かな。あ、なんかすげえ汚れてる。去年かな、この、おつ。去年この、Kindle タブレット3900円くらい買ったんですよ。全然使ってないですから。今年のプライムデーでも、すげえ、プライムデーでもね、なんだっけ、Kindle タブレット7型のやつの新型が出るらしいじゃん。間違いなく私にとってはいらないです。全然使ってないよ。全然7インチの Kindle タブレット使ってないんで。まあ、そんなこと言ったら iPad も使ってませんけど。全然使ってないんで、いらないです。いらなくてもなんか安いとか買っちゃうじゃないですか。いらないです。不要です。中途半端です。てか、まだこれだったら iPad の方が使う。これ、だってそもそもさ、別にスマホでも見れるじゃん、Kindle。スマホでも見れるし。で、7インチだとちっちゃいんですよ、漫画とか読むのに。そうすると iPad で見るじゃん。って考えると結局この人いらない。結局この人いらない。
はい、そんなところですかね。なんか最近では昨日めちゃめちゃチャンネル登録者数増えて、3人か4人増えでしょ。何事ですかね。あと何かあったっけ。どうなんですかね。Uber Eats 1万円稼ぐのはそんな難しくないと思いますけどね。なんか成人男性が13時間やると2万7千円ぐらい稼げるらしいです。なので別に毎日1万円稼ぐまで帰れま店やれば1万円ぐらい稼げると思います。まあ、ただ10時間とかやらないとダメだと。私だってなんだかんだ言って稼働時間6時間とか10時間やれば大丈夫ってなればですけど、今はほら Mac が送料無料ですから。 Mac 送料無料、昔 Apple Pay 1個とか頼んでたんですけど、今私カエルついちゃってるんで嫌ですね。なんか注文しにくいですよね。だって配達員に俺配達員ってバレる。やっぱり別にバレてもいいんだよ。微妙っていうか、なんか安くないですか？Uber Eats のビッグマックのデート700円なんですけど、お店で買っていくらなんだろうと思って。お店で買って650円ぐらい。なんか今 Uber Eats さ、マクドナルド送料無料な上に、なんか物によっては50円引きとかしてるんですよね。普段の価格より50円引きとかいうダブルキャンペーンしてて、なんか安いなと思って。まあ、機会があったら利用していきたいですね。来週とか。この間さ、いやでも別にうち隣にファーストキッチンあるからと思ってさ、ファーストキッチン作ったらまずかったから。ビッグマックこれ食いたいけど、まあいいや、ファーストキッチンでと思って、ファーストキッチン買ったらまずだったんで、マックにしよう。でもなんかさ、普通のウーバーの格好でさ、なんか普通に頼むのなんかあれだなと。だから早くマクドナルドはもうあれしてほしいですね。ピックアップしてほしいです。今、ウーバーイズピックアップ始まってて、ピックアップっていうのは何て言えばいいんだろうね。注文だけして自分で取りに行くんです。注文だけウーバーのアプリからして、1時間以内に取りに来てくださいみたいなやつで。それはいいっすよね、広まればね。今実際 Uber Eats 頼んでる人さ、店が混んでて嫌だからっていう人も多いんだよね。月島のマックとかさ、マックとかすげえ並んでんじゃん。まあ月島、豊洲とかもそうだけどさ。Uber だったらさ、並ばなくていいから、あえて Uber で頼むみたいな人も使い方もあるから、それはピックアップにすればいいわけでしょ。だって、昔あれではね、ホットモットもやってたんだけど、今やってるかどうか知らんけど、なんかネットで頼んで自分で取りに行くみたいな。なんとかオーダーみたいな。LINE とか Yahoo とかもやってるよね。あれいいと思うんですよね。あらかじめ予約して取りに行く。そして待たなくていい。待たされる店あるじゃん。なんか、ホットモットとかもさ。今から作りますんで。待ち時間アホらしいでしょ。こんなとこっすかね。最近は。あとはもうリップルが上がってくれれば。希望薄いです。リップルが上がって。でもリップルが今さ、9万8千円ぐらいでしょ。リップルに突っ込んであるの。で、まあ今日夜やるとして、爆撃期待してます。爆撃なんか。難品、弱気の難品してる時点で、もうなんかこう、取り返せればみたいな感じではいるんですよ。損益を。難品なんてそんなもんですよ、私いつも。難品してるときって、しかも最初に突っ込んだのが 4万5千円だっけ。なんか、難品した額の方が少ないわけですよ。だから、あわよくば損を帳消しにしたいとしか思ってないですけど。なんだっけ。いや、5万円入ってくるじゃん。今日夜やって、5万円入ってくるでしょ。5万円入ってきたら、15万でしょ。まあだから20日までっていうか、今週ほら、弁護士に10万ぶっ込むじゃないですか。しても5万余るでしょ。すごくね、5万も余っちゃった。だから大丈夫です。5万まるまるいかないかな。まあ4万ぐらい余るじゃん。全然、受け余っていけます、ね。1万あればいけるでしょ。タララタララタララタラ。今年はね、浮き輪祭りあれなんでしょ。アフリカさんの家の宅飲みでしょ。アフリカさん、今年はアフリカさんの家宅飲みで、ウーバーイーツで頼むでしょ。ウーバーイーツやってないから、ね。出前館で頼む。ホームパーティーらしい。バーベキューでしょ。バーベキュー、庭でバーベキューやるっていう話だ。今俺は考えました。アフリカさんがバイクで来いって言ってたよ。マジで。バイクで行ってもいいんだけどさ。酒飲めなくね？ちょっと待って。車のあれが出ちゃうんだよな。バイクじゃなくてな。なんだっけ、あそこ。なんて名前だっけ？なんとか、野鳥の森。野鳥の森。広瀬野鳥の森か。違う。出てこねえ。広瀬野鳥の森の検索結果を表示しています。ああ。目的地への到着時刻は14時48分。2時間半で行くって。2時間半で、野鳥の森まで。右方向です。2時間半で行くらしいです。下道で。オフ5時間。広瀬野鳥の森、オフ5時間なんです。ただこれが車の場合なんですよね。車で下道なんで、まあ、バイクだともっとかかると思う。3時間ぐらいか。3時間で行くかな。朝9時に出かけて12時に着いて、
ああ、まあ別に行けるかな。全然行けるよね。行けるね。だって俺中央大学まで現地で行ってましたから、現地で行ってましたからっていうか、10回ぐらい現地で行きましたから、中央大学多分100キロぐらい、あ、でも往復で100キロだからな。中大の方が近いな。中央大学、ちなみに。中大まで行ってたからな。最近は行ってない。最近っていうか、現地で買い直してから行ってないです。中央大学。目的地への途中14時半。中央大学43キロだわ。往復で100キロだったわ。ってことはやっぱ熊谷のは遠いな。だいぶ遠いな。倍ぐらい遠いね。倍ぐらい遠いわ。でもチャリで行くわけじゃないから。はい。そんなところでグダグダになりましたので、終わりにしたいと思います。その先、右方向です。いやいや、いいから。